去年8月の豪雨で土石流が発生し、6棟が全壊するなど、19棟の住宅に被害が出た村上市小岩内地区。村上市小岩内地区です。特に被害の大きかった場所です。豪雨から半年が経ち、家が撤去され、更地となったところには雪が降り積もっています。半年が経った今も、全36世帯127人に避難指示が出されています。このうち33世帯が暮らす仮設住宅。おはようございます。今日はありがとうございます。ご苦労様です。松本富夫さんに話を聞きました。仮設住宅に入居してから、5ヶ月近く経っていますけれども、はい、ここでの暮らしはどうですか？小岩内の方の自宅よりは設備とかあったかいですね。今の建物だから、ただ狭いっていうだけですね。やっぱり開放感みたいのがないし、だいぶストレスも溜まってくる時期かなと。妻と2人で暮らしている松本さん、特に浴室が狭く、大好きなお風呂で体を休めることができないといいます。さらに先月には水道管がむき出しの状態のため凍結してしまったということです。今シーズン最強の寒波が襲来したことにより、3日間水が出ない事態に。全然出ませんよ。これでこっちお湯なんです。こっち水で全然出ないでしょ。追い打ちをかけるように不自由な生活を強いられました。対策はされてました？水を出してんですと。いつまた凍結するかわからない不安に加えて、年金暮らしの家計も圧迫されています。仮設と小屋内の住宅、そこで電気料とかその水道料とか、あっちはあんまり使わないけど基本料金とかも発生するし、何でも物価も高くなってる中で、その1軒でも大変なのに 2軒になるって言うと。小岩内地区にある松本さんの自宅は仮設住宅から車でおよそ10分。除雪やお風呂に入るために1日2回ほど通っているということです。いや、やっぱりいいですよ。うちの方がもう何十年も使い慣れてるんでね。被害なんかは本当にない？全然ないんですよ。大工の松本さんが自分で作った自慢の家は被害を免れましたが、地区全体の安全が確保されていないとして避難指示解除のめどは立っていません。なんで被害もないのに行かなきゃいけないのって私思いましたけど、しょうがないんだなって、被災してる人に比べれば。松本さんは行政には一軒一軒異なる状況に寄り添ってほしいと話します。皆さんあっち行ってる人はストレス結構ここにあると思いますよ。ケアとかね、ちゃんとしてもらわないと。